玉川修辞教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本修辞漢字部12月号よりですね、楷書課題を書きながら説明をしていきます。はい、今回の課題はですね、唱歌鶴に伴いて飛ぶ。はい、この文字をですね書いていきましょう。はい、今回の課題ですね、画数が多い文字が3つほどですねありますね。はい、ここの蚊、つる、飛ぶ、いずれもですね感覚に注意していきます。特に蚊、つる、はい、ここはですね角管を詰めていきますね。ここですね、つるはこの辺と作り、はい、詰めて書いていきます。またこのね、この点の間もですね同じくしていきますね。飛ぶもここの間ですね、はい、間隔を注意して書いていきます。また「か」ですね。「か」は今回のこの課題はですね8画目が長く書いてあるので、そこを注意してください。現在ですね、中学校ではですね5画目が長く書くようにですね、そういった教え方になっていますけども、今回のこの課題については8画目が長いと言ってですね、形ですね。はい、そしてですね、この払い、かの払い、伴うの払いですね。はい、最後まで出力をですね保って払いましょう。またですね、この飛ぶの払い、出力をですね保って次第にちょっと太くしているような感じですね。この収出は少しこの羽の方が右下に下がるような形ですが、逆三角形になるような、そしてこういったですね台形の形状になるというところをですね意識してください。それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい、まずですね、右上がり、はい、縦角は横角の右側に接していきます。左払い、出力を保って払ってきますね。はい、ここもそうです。出力を保ってで、ここですね。はい、左下押さえて深めに入って、右上がり、はい、ここは押さえて下にずらすようにして書いていきます。はい、次は「か」ですね。はい、横画、はい、内側に入って、もう内側ですね。次横画、はい、次も横画です。はい、縦画、縦画、この横画は長め、はい、で横画です。はい、最後の縦画は出力を保って払います。はい、かですね。間隔狭めにまとめます。次は伴う、はい、人弁左下に、人弁の1画目ちょっと長めですね。はい、123で左下に、はい、ちょっと反り気味に、ここはちょっと薄いようにして、はい、最後の縦角は出力を保って、はい、貼っていきます。はい、伴うですね。はい、次は鶴です。
はい、感覚を詰めていきますね。はい、ちょっと外に、はい、右上がり押さえて内側に、左下に背を保って、そして縦かく、はい、左下、右上がり、はい、細くまとめていきますね。右上がり、右上がり、はい、右上がりです。鳥、はい、左下へ縦、はい、この縦角よりも上から四筆をして、右上がり、長くしない、内側に、はい、間隔狭く細く、はい、長めに、そしてここ抜いて、これ転接です。で、内側にクッと腹を入れてから跳ねていきます。はい、次の点4つは間隔等しくいきましょう。1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、次ですね。次は飛ぶです。筆順に気をつけていきます。はい、転接、ここから小さく跳ね上げていきますね。はい、で、縦角です。長く、はい、光バレ、次はここですね、左バレです。はい、強く保って左、はい、そして右上がり、これ太くして、ここからちょっと上げてから内側に向かって、はい、点は横に行くように1、2、3、そしてここも1、2、3と、はい、このようにして書いていきます。はい、書く漢をですね、詰めて書く文字が多いですね。穂先を生かしてですね、書くようにしてください。カと伴うの最終角は出力を保って払っていきましょう。はい、今日は以上です。